皆さんご機嫌いかがでしょうか。ひろこのウィークリーゴールデーへようこそ。2023年4月19日、今回はマーケットエッジ代表小菅勤さんと一緒にお届けします。小菅さん。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、ゴールドがものすごい今年も大きな動きを見せておりますけれども、今日のタイトル、金が始まったとこですか、まだ。そうですね、まだスタート段階だと思ってます。今でスタート段階。はい、そして衝撃的なのはドルの終わりということで、一体どういうことなのか今日は深掘って伺っていきますが、まずは価格動向ちょっとチェックしておきましょう。一週間前との比較で表記してあります。ドル建ての貴金属の軒並み高いという状況ですね。これが一体まあね、どういう動きになっているのか、チャートで確認していきましょうか。はい。金、ものすごい勢いで上がりましたが、今ちょっと高値圏でね、神経質に、金利もなんかドル金利もなんか行ったり来たりしてますからね。動いてます。で、ちょっとプラチナとかパラジウムまで動き出したの、これなんでですか？そうですね。近年も足元少し値段の動きが不安定化してますんで、まあその分だけ割安感とか出遅れ感がある、まあ、プラチナ、パラジウムにお金が回ってるのかなとは思ってます。あ、まだ資金循環ですか？そうですね。プラチナまだ年初来高値更新してないんですよね。ああ、確かに。はい。はい。だから金が少し利食い売り入って、その分だけプラチナ、パラジウム、お金が流れてるのかなとは思ってます。なるほど。はい。なんかね、G7 の環境省会合とかでいろいろこう、脱炭素の EV がどうとかでかなり揉めてるみたいですけど、はい、またそういうのも材料になってんのかなと思ったりしたんですが、まあそういうことでもなさそうですね。そうですね。南アフリカの電力供給が少しなんかもう少し不安定化してとか、いろいろ材料はあるんですけど、おそらくやっぱり資金の流れで見ていった方がいいのかなとは思ってます。はい。ありがとうございます。じゃあ今日のテーマご紹介しておきましょう。今日はこのようなテーマで、まず前半金融要因、そして後半金が今から始まったばかりですよっていうのはどういうわけでしょうかというのを深掘って伺っていきます。そしてお知らせがございます。豊かトラスティ証券では全国各地にセミナーで、お伺いしているんですが、6月17日土曜日、札幌に伺うことが決定いたしました。岡崎良介さん、そして池水雄一さんと一緒に私もお伺いします。札幌セミナー6月17日お昼から3時半までということで、ぜひ会場まで足運んでいただけると嬉しいです。こちらの QR コードを読んでいただければ、詳細ご覧いただくことできますので、ぜひお申し込みください。そして小菅さんとは京都に行きます。6月24日土曜日、京都。小菅さんの最新情報キャッチアップということで、じっくりとお話伺ってまいります。私も一緒に伺います。岡崎良介さんとこの豪華ラインナップでの京都セミナー6月24日。こちらも QR コード読んでいただきますと詳細ご覧いただくことできますので、ぜひ皆さん京都に集合していただければと思います。この番組は豊かで金投資、豊かトラスティ証券の提供でお届けします。ではまず前半は、足元金の動向というのは何で動いているのか、金融、面から聞いていきましょう。はい。そうですね。一番大きかったのがドルとの逆相関かなと思っています。まあ、ドルの方、3月、4月、大きく下がりましたんで、それと連動して金が上がったという性格が強かったのかなと思っています。まあ、アメリカの利上げ終了の議論もありますし、あともう一方で、ヨーロッパの方ですよね。まあ、ECB の方がインフレ対応でどんどん利上げをやっていくという、こちらの方向に傾いてますんで、まあ、特に対ユーロでの取り安、まあ、この辺が金相場を押し上げるトリガーになったのかなと思っています。はい。この左上のドルインデックスとの、まあ、逆相関が一番金価格を動かした可能性があるということですね。はい、はい。まあ、このドル安というのが何でかというと、まあ、アメリカのその金融政策が今後どうなっていくのかということを占う上でのインフレ指標、こちらに少し安心感が出てきたという話があります。こちらをご覧いただきましょう。CPI、先週出ました。そうですね。こちら見てわかりますように、もう、総合もコアもちゃんと低下してますんで、まあ、そろそろ去年3月から続けてきた利上げが効果が出てきて、まあ、これからはどんどん利上げをやっていくよりも、少し様子を見ることができるんじゃないかと。まあ、利上げサイクル、まあ、おそらくもう5月で終わるんじゃないかと。こういった見方を今織り込んでいる段階ですよね。はい。去年の6月に 9.1% だった総合 CPI、最新の3月分は 5.0 まで9ヶ月連続下落ということで、本当にね、このインフレって落ち着いたのかどうかって結構しつこいから、まだまだ安心できないよって見方あるじゃないですか。はい。その辺はどういうふうに見るかというと、次のスライドで小菅さんが見ているのはこちらですね。そうですね。まあ、いくつかのインフレのサブ指標があるんですけど、はい。まあ、一つがサプライチェーン。まあ、こちらどうなっているのかというのが左側です。はい。これ、ニューヨーク連銀が出している、まあ、グローバルサプライチェーン圧力指数という、まあ、サプライチェーンがどうなっているのというのグラフになっています。これ見るとわかりますように、まあ、これまでパンデミックとあとウクライナ戦争、大きく上がっていたんですけど、はい、足元もマイナスまで沈んでるんですね。そうなんですね。この辺から見るとやっぱりサプライチェーンが正常化して、まあ、ディスインフレが進んでいると。まあ、この辺の見方を後押しできるのかなとは思っています。要するにボトルネック的なインフレっていうのはもうほぼ解消してますよってことですね。はい。はい、で、右側今度消費者のインフレ期待ですね。うん。まあ、消費者がどんどんインフレ進むって考えてると、なかなかインフレ沈静化しないんですけど、これ逆にインフレがどんどん収まってくると考えると、ディスインフレやっぱり進みやすいんですね。はい。で、これはどういうグラフかというと、1年ものと3年もの、まあ、今後1年と3年でインフレどうなるかと、まあ、消費者が考えてるかという数字なんですけど、はい。こちらも月ごとのブレはあるんですけど、まあ、ちゃんと1年もの、3年もの、両方ともちゃんと低下してますよと。まあ、消費者のインフレ期待下がってますんで、この辺もディスインフレを後押しするのかなと思ってます。これはどこが出してるやつですか？両方ともニューヨーク連銀ですね。あ、ニューヨーク連銀。先週あたりはミシガン大学のも出ましたけど、はい、ちょっと足元リバウンドしておっと思いましたけど、はい、こうやってチャート化すると数勢としては下がってるってことでいい？そうですね。当然も単月では大きなブレも出るんですけど、はい、まあ、トレンドはやはり収まってきてると見ていいかと思ってます。はい。というような状況を踏まえて、金融政策がどう変わっていくのかというところが重要なんですが、まず議事録の中で出てきたキーワードに注目ですね。そうですね。まずインフレ環境なんですけど、これも軒並み収まってくるという見通しがかなり強調されてるんですね。はい。で、特に注目したいポイントは、これ住宅サービス。はい。まあ、こちらの方のインフレがおそらくは年後半にピークアウトするよと。で、直近で見ると、やはりインフレ、総合がだいぶ下がってるんですけど、コアがまだ下がりきってないんですね。うん。はい。で、その要因の最大なものがやはり住宅コスト。なかなかここは下がってこないと。まあ、住宅コストって基本的に地価指標、まあ、他のインフレ指標に遅れて動くんで、はい、まあ、ある程度遅れても大丈夫なんですけど、はい、まあ、アメリカの当局者の方は、まあ、年末に向けて、まあ、ここもちゃんと収まってくれると。で、この辺の研究から、まあ、やはりインフレ、そろそろ終わったと見ても大丈夫だろうと。マーケットが自信を強める背景になりました。なるほど。3月の FOMC の議事録で当局者がそう見ているということが確認できた。はい。はい、で、もう一つがこれ、経済成長ですね。はい。ニュースになったのはこのマイルドリセッションというところなんですけど。マイルド、はい。1月の時点では、景気の減速とマイルドリセッションという、両方のシナリオを用意してたんですね。はい。で、それがこう直近の3月ですと、もうマイルドリセッション、これが年後半に向けて始まってくるよと。だ、当局者の見てるメインシナリオがもうマイルドなリセッション。うん、うん。そんなきついリセッションじゃないんですけど、まあ、だんだんと景気後退の方に動いてくると。で、そうすると、まあ、この辺から見ていくと、やはりインフレのリスクは低下で、逆に景気のリスクが高まってくる。だんだんと金融政策のターゲットがインフレから経済成長にシフトしていく流れ。まあ、この辺を織り込んでいっても大丈夫かなという状況になってます。はい。まあね、3月は銀行の破綻などの金融システム不安なんかもあったということで、これからやっぱり銀行の貸し出しなんかもね、鈍ってくるだろうということで、リセッション警戒というのも出てきたというのが確認されると、あんまり利上げってできなくなっているよねってことですよね。そうですね。はい、で、そちら側が今、マーケットがどういうふうな見方をしているのか、はい、のをグラフ化したものです。はい。まあ、これ CME のフェドウォッチで FF 金利がどういう予想しているかという、マトリックスになります。はい。で、今 FF 金利 4.75 から 5.00 ですけど、はい、まあ、来月、まあ、5月すぐにもありますけど、もう1回の利上げを 86.7% の確率で織り込んでいる状況。おそらくもう1回利上げは、まあ、大体8割から9割方、まあ、ブラにやるんだろうと。はい。で、問題はその先なんですけど、そこからもう一回の利上げあるかないかというと、おそらくはないだろうという方向を今織り込んでいってるんですね。うん、5、6、7と同じところでね。はい。はい。固まってます。5月、6月、大体まあこの水準で持っていって、はい、まあ年後半、あとはここはもうインフレ環境と景気動向次第なんですけど、今の状況だと、ちょっと利下げがあるかもしれないよと。この辺を織り込んでいる状況です。はい。まあ、利下げとなると、さらにね、ドル安になるだろうから、まあ、これは金にプラス要因ということになりますが、まあ、これはちょっと日々いろいろ変わりますので、あくまで現状の織り込みということですね。そうですね。過去何度もこれ外れてるんで。そうですね。あくまで現状はインフレの沈静化と年後半のマイルドリセッションに警戒が出てきたということで、年後半には利下げがあるかもと思ってるということに過ぎないんですが、今日のテーマはこの金融要因だけではなくて、ここからはその金現物市場で大きな動きがありますよということです。中央銀行の金買いというのは去年から話題になっているんですが、シンガポールも動いているという話ですね。そうですね。で、これ直近の1、3月期に どこの中央銀行が買ったかというのを、一覧でちょっと出してみたんですけど、はい。1月でいうと、中国、カザフスタン、シンガポール、トルコ、EU が買ってるんですね。はいはい、で、2月見てると、今度中国、インド、ロシア、シンガポール、ウルグアイ、トルコって、両方ともシンガポールが入ってるんですね。シンガポールって珍しいですか？そうですね。で、シンガポールが過去に、金準備、どういう変動をやったのかというのは、これ右側のグラフなんですけど、はい。最近でいうと、2021年5月と6月に、一応買ってるんですよね。はい。でもその前見るともう10年以上買ってないんですよ。あ、ほとんど買わない国ですね。シンガポールってそんな金準備をどんどん買ったり売ったりする国じゃないんですよね。はいはいはい。で、それが1月に急に 46.6 トン買ったんですね。なんでだろう。1月に世界の中央銀行で一番買った国ってシンガポールなんですよ。中国よりも買ってるね。はい。で、2月もさらに 6.8 トン。うん、少し規模を落としたんですけど、買ったんですね。うん、2ヶ月連続で急に50トン以上買ってきたんですよ。はい。これって何なんだろうかっていうのが、すごいやっぱり金市場では話題になったんですよ。小菅探偵がそれを探ったわけですね、今日は。そうですね。当然シンガポールの当局は何も説明してくれないんで、はい、ここからは分析になっていくんですけど、はい、おそらくこういう見方ができるんじゃないかというのを今回ご紹介したいと思います。はい。こちらです。ASEAN というキーワードで出てきたんですが、これは東南アジア諸国連盟ですね。はい。はい。で、これ実は日本であまり大きなニュースにならなかったんですけど、3月29日から30日、ちょうど月末に ASEAN の財務省中央銀行の総裁会議があってたんですね。はい。で、ここで結構大きなニュースがあって、うん、このトップアジェンダ、議題の中心テーマは何かというと、はい、金融取引と貿易決済の両面で、ドル、ユーロ、円、英ポンドへの依存を減らして、自国通貨を活用するって打ち出したんですよ。これドヒャーじゃないですか。こんなこと言ってたんだ。見逃してました。はい。当然、ドルとかユーロだけじゃなくて、円もダメですよって。これからそういう西側通貨を使うのを、もう金融取引、貿易決済、両面でなくしていって、自国の通貨を活用していくって。こういった大きな方向性を打ち出してきたんですね。円も西側に入ってるってことですね、これね。そうですね。ここだから注目したのは逆に人民元は入ってないんですよね。人民元は、依存を減らすってことないから、人民元は使ってもいいんですね、これね。そうですね。インドルピーも入ってないと。うん、あくまでも対象はドル、ユーロ、円、英ポンドって。西側の通貨は、もうこれ依存を減らしていくよと。はい。これなんでですか？そうですね。これなんでこういうこと急に言い出したのかというと、これ今年 ASEAN の議長国インドネシアなんですけど、はい、インドネシアの大統領が詳しく解説してるんですね。で、それ言ってるのが、これ下に書きましたけど、はい、起こり得る地政学的な影響から取引を保護するためって言ってるんですね。はい。地政学的な影響なんですよ。はい。つまり去年、ウクライナ戦争で、西側諸国、日本も含みますけど、アメリカとかヨーロッパは、対ロシア制裁でドルとかユーロを使ったんですよね。はい、通貨を使ったと。はい、で、これは、そうすると、じゃあ、これまで国際基軸通貨、世界の通貨インフラとして思っていたのが、実はそうじゃないんですよって。あくまでもアメリカの通貨、ヨーロッパの通貨で、地政学的なリスクを持っている通貨だって。で、そうすると、じゃあ、その影響から、ASEAN、自分たちを保護するにはどうしたらいいかというと、こういった西側の決済システムから離れないためだって。この中に組み込まれると、何かあったら自分たちも終わってしまうよって。はい。期間がある。だからこそ、これから、ドル、ユーロ、円、英ポンド、どんどんここから離れていくよってことを言ってるんですね。そこに日本も入っちゃってるっていうのがちょっとね、残念なんですけれども、要するに、ロシアを見ていて、ロシアのように、持っている資産を、凍結されたりしたらたまったもんじゃないよということで、その資産を、ちょっと減らしていこうということですね。例えば外貨準備、中央銀行持っているドルとか減らしていきましょうってことですよね。そうですね。結構これ踏み込んでいて、例えばクレジットカード。はい。今世界の大手のクレジットカードってアメリカですよね。ビザとかマスター、アメリカ。はい。で、そういったのからもう離れていく必要があると。クレジットカードも使わないの？はい。全部をもう自分たちで用意していこうと。そういった方向にこれから ASEAN というのは動いていくんだよと。こういう大方針を打ち出してきたんですね。本当ですか？これすごいトップニュースで扱って、いろいろ警戒しなきゃいけないような話ですね。そうですね。当然これ1日2日でどんどんぐるっと変わっていくわけじゃないんで、ある程度やっぱり何年っていうそういった議論を進めていくと思うんですけど、こうやってやっぱり ASEAN が動きを見せているとなると、先ほど見たやっぱりシンガポールが急に金準備を買ったというのが、なんか意味を持ってきますよね。なるほど。それで動いた可能性があるということですね。そうですね。これから ASEAN がやはりドルとかユーロ、こういった西側通貨に対する依存を減らしていく流れと、そういうのを見ていくと、やはり中央銀行の分野だと、これドルとかユーロ、やっぱりメインの資産なんですね。はい。この比率を減らしていくと、やはり受け皿というのは、実はあまりないという。中国の人民元も、やはりリスクありますよね。人民元ももしアメリカと中国がガチンコでなんかあったときに、人民元を制裁した場合っていうことを考えるとね、まだ使えないよなって思いますよね。そうですね。怖いな。地政学的な影響から逃れるというと、実はもう答えは一つしかないんですよね。無国籍通貨。そうですね。国が発行してない通貨となると、金しかないと。ゴールドですね。はい。で、そうすると、これから、シンガポールだけじゃなくて、もしかしたら ASEAN が同じような動きを見せてくる可能性がありますよと。で、これ右側に用意したのが、ASEAN の主要国の金の準備の保有高と、外貨準備に占める比率なんですけど、はい。これ一番多く持ってるのタイなんですけど、これ外貨準備における金の比率 6.4% なんですね。その程度なんですね。で、シンガポールで 4%、はい、で、フィリピンで 9.3% と。はい、少し多いのがカンボジアで 17.3% なんですけど、大体 10% 切ってるんですね。で、これらの国が、大方針出したドルとかユーロへの依存を減らすとなったら、ある程度やっぱり金を組み込んでいく必要が出てくるのかなと。そうですね。10% に、これ、彼らが増やすだけでも、ドル売り金買いとか、ユーロ売り金買いとか、なりますね。そうすると、今回のシンガポールが急に金をたくさん買ったというのは、こういうなんか大きな流れの中、ASEAN のドル離れ、ユーロ離れ、で、その受け皿としての金の購入という流れで見ていく必要があるのかなとは思ってます。説明がつきますね。なんとなく評価しますね。そうですね。特にこれ、シンガポールって実は ASEAN の中で特別な国なんですね。はい。ASEAN って実は対ロシア制裁、基本的に参加してないんですよね。ああ、なるほど。シンガポールだけは参加してるんですよ。あ、シンガポールは ASEAN の中でロシア制裁をやってるんだ。本当はシンガポールが一番こういう金購入、本当は最後にやる国なんですね。西側に近いんで。はい、でもそのシンガポールが逆に最初に動いてきたというの、すごいシンボリックな動きだなとは思ってます。はい。で、こういうところにちょっとこうニュース、アンテナ張っておかないといけないですね。なんかやっぱり本当に地殻変動的に世界の地政学というか、分断が進んでるんじゃないかって感じがちょっとありますよね。はい。そして、中国なんかもね、近外で去年からもう話題ですけれども。そうですね。3月時点だと直近で5ヶ月連続で金買ってるんですね。はい。これ平均で見ると月24トンペースで買ってるんですよ。すごいね。で、その前回だと、これ10ヶ月連続で買ったというのなんですけど、はい。その時って月平均 10.6 トン。じゃあ今回倍だ。今回倍ぐらいのペースで買ってるんで、はい、これまでやっぱり中国って金買うときって大体月に10トンぐらいのペースだったんですね。はい、それがペースアップしてるというのは、やはりこれも何らかの意味があるんでしょうと。で、考えられないやはり、ドルのリスク、ウクライナ戦争の余波がやっぱりあるのかなとは思ってます。はい。あと将来の、ちょっと地政学的なね、要因という意味では、台湾の話っていうのは、この間ね、なんか、フランスのマクロンさんがなんか言ってましたけど、台湾有事っていうのも、世界的には意識されてますよね。はい。はい。インドはいかがでしょうか？インドもそうですね。こちら少し規模小さいんですけど、2月に 2.8 トン、3月に 3.5 トンと。そんなになんか、大きく買ってはいないんですけど、ある程度着実に買ってると。中国、インド、両方がやっぱり動いてると。買うべき国が買ってるという大きな流れが見られますと。だから世界の、中央銀行が、やっぱポートフォリオの中のドルの比率、ユーロの比率を減らして、金に変えていくっていうのをじわじわ進めていくと、現物市場がどんどんタイトになっていく。その中で金価格っていうのはあまり下がりにくくなっていくよねってことが考えられるわけですね。値段が上がってもその需給が緩みづらくなってるんですよ。そうですね。はい、はい。そして、今ちょっとね、世界の分断みたいな話が出てきましたけれども、その他にも気になるワードがいろいろ出てきてるんですね。そうですね。これ直近の IMF の世界銀行の春季会合、はい、毎年やってるやつなんですけど、そこで IMF の専務理事が、言ってるんですけど、アメリカとか同盟国、西側諸国の一番のテーマは景気の回復だと。はい、でも他の国にとってはそうじゃないんだよ。断片化が一番の関心事なんだよと。断片化。我々西側諸国の人が見てるのと、世界全体の国が見てるのが、少しちょっと異なってきてるよと。はい、そこら辺やっぱり注意を喚起してると。はい、で、サマーズ元アメリカの財務長官、この人は結構踏み込んだこと言ってるんですけど、今世界で断片化がどんどん受け入れられてると。しかも問題は、我々はそういうなんか選ばれる断片じゃないかもしれないと。断片化していって、みんなどっか選んでいくんでしょうけど、その中でアメリカというのは実は、世界の国々から見たら最適な断片じゃないという、そう見られている可能性がありますよと。危ないんですよという。なるほど。自覚があるんですね、サマーズさんにはね。はい。で、イギリスの財務省も、エネルギーだけじゃなくて、技術、鉱物、あらゆるものがどんどん分断しているよと。世界がどんどん変わってきてると。で、IMF の元チームエコノミストは、世界の最大の経済国、第2の経済大国、アメリカと中国の間で緊張が高まってますよと。で、今、世界の国々が考えているのは、もしかしたらこれ、どっちか一方を選ばないとダメかもしれないと。で、それはやっぱりすごい、これからのやっぱり100年、200年考えると、怖い選択肢なんで、どうしたらいいかと、みんな迷ってますよと。日本だって中国との貿易すごい太いですからね。そうですね。で、最近で言うと、4月17日、これ ECB のラガルド総裁が言ってるんですけど、はい、もしかしたらドルとかユーロ、国際基軸通貨の地位から落ちる可能性がありますよって。あら、ECB の総裁、ラガルドさんがそこまで。そうですね。かなり踏み込んでますね。で、それはインボイス通貨、つまり貿易で、人民元を使ったり、インドルピーを使ったり、場合によってはロシアルーブルを使ってると。そうすると、だんだんとドルとかユーロ、プレゼンスが落ちてくる可能性がありますよ。はい。ECB の総裁がもう危ないよって言い始めてるんですよ。はい。で、直近に言うと他に、例えばフランスのマクロン大統領、はい。中国訪問しましたけど、その代わりにこういうポリティコっていう、政治雑誌でインタビューやってるんですけど、はい。そこで話題になったのは、台湾有事、自分たちは介入したくないってことを言ったで。これは報道されてますね。はい。で、実はこれ、ドルについても一言言ってるんですけど、はい。我々はもうドル離れしていかないとダメだよって。なぜかというと、アメリカと中国、もしこれ万が一、台湾有事で対立したら、ドル依存しておくと自分たちは大変なことになってしまうと。で、そのためには、軍事はもちろん、ドル離れというのも選択していかないとダメですよって。これ、あくまでもフランスの大統領、マクロンさんの個人的な見解なんで、フランスとかヨーロッパ全体の意見と見なすことはできないんですけど、フランスの大統領がこういう踏み込んだことも言うレベルまで、やっぱり世界の断絶が進んでるという。だから西側で一枚岩で、西側、アメリカと仲間ってことでもないってことですよね。そうですね。だから我々が見てるとやっぱりこういうアメリカとか日本が正義の国を見ちゃうんですけど、実は世界各地から見たら本当にアメリカとか日本と組んでいいのって、どうなんだろうって迷ってる国はたくさんあるんですね。確かにその日本がこうやって衰退してしまった過程の中にはアメリカからいろいろこうね、いろんな制裁を加えられる中で、日本がこう骨抜きにされたっていう、そういう実情もあるんですねっていうのを考えると、もうちょっとこう、フリーハンドでいたかったなという気持ちもあると。ただ、日本はもうね、アメリカの同盟国ですから逆らうわけにいかなかったんですが、同盟国でもない国なんかは別にどっち選んでもいいわけですから、考えますよね。そうですね。いろいろと。選ばないという選択肢もあるわけですよね。そうですね。そうですね。そうすると、通貨の世界では、特にこれ中央銀行ですよね。はい。やはりドルばっかり持っておいたら危ないですよと。その時の受け皿というのが、実は金以外にあまりないという。なるほど。選ばないからこその金ということなんですね。はい、どこかの通貨っていうのを。はい。ありがとうございます。大変興味深いお話で見逃していたニュースがいろいろありました。ということで、ゴールドは、今まさに始まったところかもしれないということですね。はい、そう思ってます。はい、ありがとうございます。ではテクニカル見ていきましょう。ひろこのテクニカルです。円建ての金先物のチャートを最終的にご覧いただくんですが、その上で重要なドル円相場、なんか動きがなくなってきました。130円台で行ったり来たりする相場にこう、ちょっとこうね、収束していくような格好で、膠着するのかなというイメージで見ております。あんまりこのね、ドル円相場が動かないということ前提であるならば、ドル建ての金が動いたら、そっちの方に素直に連れ高になると考えていいのかなと思います。そして、ドル建ての円と円建ての金ですね。ドル建ての金と円建ての金。はい。同じぐらいの期間で取って、この矢印のところがコロナショックでドンとマイナスになったところですね。そっからの展開というのを見ると、ドル建ての金よりも円建ての金の方がパフォーマンスものすごくいいですよね。史上最高値更新しているということで、日本はまあ円安というのもまあ重なっているので、ドル建て金よりは非常にパフォーマンスがいい形になっています。そして、国内の金先物の月足チャート、ボリンジャーバンド1シグマがサポートで上がっています。大変強いチャート。右側、日足のチャート見ますと、まあちょっとね、下の段見ていただくと、MACD がデッドクロスするようなことがあると、MACD がこう垂れてきて、この下向きにね、クロスしていくようだと、少し調整が入る可能性があるので、その点には気をつけたいなと。この RCI というその真ん中の段の3本のライン見ますと、赤いライン短期線です。この短期線が下に行って、下から上にリバウンドするところがちょうどいい買い場になるんですけれども、今ちょっと下に向きかかってるので、ひょっとしたら短期的には利食いが入って、調整が入るかもしれないと。その時の目安になるのが、ボリンジャーバンドの真ん中のね、ミドルライン、中心線、黄色いラインのところ、このあたりまで下がってきてくれたら、買っても面白いかなと。この高値を追いかけて買うということよりは、下がってきたところを買うというのがいいのではないかというふうに思っています。まあ、ボリンジャーバンドだけじゃなくて、この上がった幅をフィボナッチにトレースメントしていただいて、382押しとか、半値押しとか、なんかいろいろね、買い場というのは皆さんご自身で研究して探していただいて、高値を追いかけない、下がってきたところを買ってトレーディングしていただければと思います。ただし、投資におけます最終判断は皆さん、ご自身で慎重に行っていただければと思います。そして最後に、京都行きますよ。6月24日土曜日決定しました。小菅さんの最新情報をアップデートしてお話しさせていただきます。岡崎良介さんのお話もあります。こちらの QR コード読んでいただいて、ぜひ京都の会場で皆さんお会いできればと思います。この番組は豊かで均等し、豊かトラスティー証券の提供でお届けしました。今回は小菅さんにいろいろと貴重なお話を伺いました。小菅さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。